お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今日はですね、8000大会お疲れ様でした。応援ね。皆さんありがとうございました。ってことで、まあ、8000大会をね、まあ、振り返っちゃおうかなと思いますね。マジで8000大会終わってから、まあ、2時間ちょっと経ってからね、今動画撮ってるんですけど、いやーもうねえ、本当に、もやもやしますね。なんかこうクラロワリーグが1年こう終わった時みたいなちょっと空っぽなね感じの状態には今いるんですけど、こうやっぱね振り返るっていうのは大事だと思うんで、まあ結果はねまず言いますと、8000大会準優勝はいすることができました。でまあすることができたって言っても正直優勝以外は負け一緒なんで、まあ今回は負けって感じで、で、こうマッチングね、ベスト8、まず初戦がバーガーっていうのはダニさんですね。ダニさんで、次スターリーさんで、最後グリコさんの試合を、まあ、全部見たらさすがに投げんで、まあ、初め、ダニさん、スターリーさん1個ずつの、まあ、最後グリコさん全部か、まあ、2個か見ていこうかなと思います。で、こう決勝のこととかもね、すごい話したいんですけど、まあ、順を追ってね、話していこうかなと、はい。思いますので、まずね、こう、1回戦目から、はい、ゆっくり振り返っていくんで、こう、最後の最後までね、こう、ちょっと聞いてもらえればいいかなと思います。というわけで、これね、こんな感じで2連勝したんですけど、1個のスキャラの方のね、はい、試合を、まあ、解説もしたいんですけど、結構、あれですね、話もしたいですね、解説しつつ、はい、で、ダニさんは、まずね、去年、じゃなくて、一昨年かな?はい。一緒にクラロワリーグやった元チームメンバーでございます。僕、ファブゲーミングに、一昨年はね、所属してたんですけど、その時、ダニさん一緒で、こう結構ね、リーグ中台湾とか韓国とか行ってたんですけど、基本的に同じ部屋だったんですよね、僕とダニさんが。で、他がこう、どうにかなんか部屋になってて、基本ずっとダニさんと一緒で、ずっとこう、クラロワの話とかいろいろ話とかしてて、そう、めっちゃ仲いいんですよ、マジで。めちゃくちゃ仲良くて、お互いの手の内も知ってますし、っていう状況で、こう、戦う、公式ではないですけど、こういうね、ちょっと大きな大会で戦うのは、まあ、あんまないんですけど、前のなんかブレンチョング大会みたいな、ブレンチョンカップみたいなのでも同じグループで、まあ、試合もしましたし、まあ、ちょくちょく試合するかなって感じで、はい、もうお互い手の内知った同士ですね。なんで、まあ、その中でも、まあね、なんとか、はい、って感じです。で、まあ、正直、こう、8000大会、まあ、やるからには優勝したいと思っていましたけど、なんか僕の性格上、うわー絶対優勝してやるってよりは、なんか僕あれなんですね。結構こう見て控えめ系、はい、JK 的男子なんで、まあ無理、俺なんて無理っていう系から入っちゃうタイプなんですよ。なんで正直、8000大会の、これ決勝トーナメントですけど、予選も突破できるか不安だったんですよね。なんで、もう予選突破できたらいいなぐらいだったんですよ。予選勝てるかなとか、もうそんな感じで突破できたらラッキーぐらいですね。なんで、もう8000大会自体、まず優勝はもう考えてなかったですね。なんで、絶対優勝は無理だと思ってましたし、まあ無理だったんですけどね。絶対無理だと思ってました。ここのエレキ見てほしい。これ、ラバを止めつつ、エレキでベビドラをね、こう処理してる。このエレキ、ペッカ使いとかよくしますね。はい。そう、そういう系の人なんで、僕が。そうなんですね。予選まず突破できたことが、まあ、僕としてはもう、もう十分嬉しかったっていう感じなんですよね。はい。本戦に来れること思ってなかったので、まあ来れたら来れたらすごい嬉しいですし、で、まあ来れたからには、まあ頑張りたいなと思いますけど、もうみんな強いじゃないですか、周り。なんで、まあどうせ優勝無理だけどなと思いながら、まあでも、その、デッキ考えたりだとか、こう、考えたり、なんかそういうのにはもちろん一生懸命ですね。弱気なんですけど、一生懸命、はい、しっかり考えてはやってますんで、別に適当にね、決してやってるわけとかではないんで、そこはね、勘違いしないでほしいんですけど、ただ弱気なだけですね、僕が。はい、なんで、ダニさんかーって思いつつ、ダニさんかーって、まあ、勝てたらラッキーかなーっていう、なんか、フルバトとかも前したんですけど、なんかこう、5戦5勝、10戦やって5勝5敗みたいな。で、なんかその後に2連敗僕して、こう、勝ちに、次は勝つぞって勝ちに行こうとしたら、
握られてね、負け越したりとかもあったんですけど、っていう感じでね、こう、まあ、結構いつもね、普段気楽にやってますね。なんか、勝てたらラッキーぐらいのつもりでやってます。日本一決定戦とかも昔あったんですけど、なんか1万人ぐらい参加してる大会を3ヶ月連続優勝したんですけど、なんかその時も別に優勝したいとも、なんかまあ思したいとはちょっと思ってたかもですけど、別にできると思ってなくて、なんか気づいたら優勝してたみたいな感じで、本当にバカにしてるとかそんなんじゃなくて、なんか優勝できたらいいなーってこう、でもその目の前の試合は必死に考えて、こうやってたら、いろいろ結果を残すことができたって感じで、はい、今回に至ります。というわけで、次ね、スターリーさんの試合を見ていこうかなと思います。それで、しょっぱなね、負けちゃったんですね。この方は、ゴーレムが得意な方です。で、メガナイトスキャバラもよく使ってて、僕はね、大型、メタのババスケラを、予選、どっかでも使ったんですけど、はい、使って負けて、ウォールブレーカー得意なので行って勝って、最後スケラ使ったって感じですね。これは、最後の、試合いきますか。このデッキをまず選択した理由として、このデッキ、大型がスターリーさんの得意なんで、ゴレとかラバとかかな、エリゴレ。来てもなんとか戦えるかなっていう。エリゴレは正直この1個前の試合で勝ってるんで、エリゴレはないと思いましたね。なんで、ゴレかラバか、大型来たら、勝ちたいなっていうようなデッキ選択で、このデッキを選出しました。僕、結構、幅が広いって言われるんですけど、幅狭いんですよね、正直。同じようなデッキ、スケラーばっかですし、ウォールブレイカーばっかですし、言うてそこまで幅も広くないので、またスケラーにはなっちゃうんですけど、スケラーとは言っても、また型が違うね。はい、大型に対して強いスケラーを今回は使っています。で、あれですね、メガナイトスケバレに、ババのやつで負けたんで、形を変えてね、こういう小物系にも対応できるやつにしています。で、このスターリーさんは、1試合目麦さんだったんですよ。麦ったん。もう日本一言われてた。もう世界で本当のトップのね、人なんですけど、もうその方をね、倒して、そう、今回上がってきたんですよね。いや、だからもうびっくりっすね。なんか、正直、だってこう、なんかデータ上ではと言いますか、表では麦さん、もう優勝ってこう言われてましたから、麦ったんさんがね。なんで、それをこう、一戦目から倒して上がってきて、やべえなと思って。正直怖いっすよね、マジで。僕としても。という感じで、そう、そんなね、こう、いろんな方々がね、やっぱこう、今までとも知らない方も多かったと思うんですけど、こういう大会があることによってね、こういろんな方がもっともっと有名になれればね。僕も日本一決定戦がなければ、もうだって今ね、こんなクラのプロにもなってなかったですし、ああいうなんか、こうもっと気軽にっていうのかな、気軽にこう参加できる大会があったからこそ、なんかね、大きな舞台にも立つことができてるんで、こういう、この大会もすごいでかいですけど、こういうちょっと、ね、大会とかもっと増えれば、大変なんですけどね、間違いなく。はい。増えればもっとね、もっと盛り上がっていけるんじゃないかなとは、思いますね。はい。で、これ、インフェが意外と、防衛硬いですね。あとはバルキリーですね。ここ、あえてメガナイトに飛ばしてからの後衛をバルキリーとアーチャーで処理みたいな感じで、バルキリーがいい感じに刺さってますね。で、ここからですね、ここから僕はダメージリード取られてるんですけど、相手のスペルがやっぱザップしかないっていうので、言ったら引きこもれば、引きこもってディガーさえ受けてしまえば、僕はこう、ポイズンがあるので、ポイズン削りで勝てるんですよね。なんでこういうスペル、中型スペルがない相手には、3倍からとかこういう後半への立ち回りをちょっと意識するのは大事になってきますね。相手がスペルないなら、じゃあ、イモったら勝てるっていう考えですね。イモって、こうダメージをまず抑えて、もうここね、もうイモる姿勢ですね。イモって、相手のマスケットには基本的にポイズン打ってっていうのを考えて動きます。で、ここなんですけど、スケル打ったんですよね。もうめっちゃやんちゃなんですけど、メガネできないのに。インフェがあって、アーチャーがあって余裕で守れると思ったんですね。多分、この時の僕は。こう見るとすごい、よく耐えてますけどね。で、強気に打ったスケラが、刺さってポイズン雪玉圏内に、入ってますね、ギリ。という感じで、なんとかね、ほんと苦しいなが、ですけど、ここで準決勝突破と
いうわけで、さあラスト決勝戦ですね。まあ、インフェルノタワーとか最近使われないですね。マジで。マジアチャが多すぎて、マジアチャ環境になってますけど、まあ僕もマジアチャよく使うんで、あ、まあええかなというところで、ラスト決勝戦、グリコさんですね。いや、結果的には負けましたね。で、BO3 です、決勝。いやー、悔しいですね。なんか本当に。って、まあ僕の弱いところなんですよね。最後勝てないんですよ、いつも。いつも勝てないんですよね。この人、世界に取ったことある人ですね。で、どの試合にするかな。まあ、初めから見ていきますか。で、まあ、この人は基本的に迫撃が得意から、迫撃とかディガー、細かい戦術がすごい上手い人なので、まあ、細かいのに対策した、まあ、クエイクの遅延デッキでね。はい。まあ、そういったところで、クエイクはいるかなと思って行きましたね。で、なんか、こう、なんか決勝、ちょっとなんかね、荒れたわけじゃないんですけど、なんかね、こう、なんか、この、デッキ変更タイムが、なんか1分で、なんかどうやらこうやらみたいな、こう、待ち時間が長いみたいな、そういうのがいろいろあって、なんかね、こう、グリコさんがちょっと叩かれるみたいなのがあったんですよね、勝ったのに。でも、なんすけど、なんかね、ちょっとね、どう言えばいいんだろう。まあ別に対戦相手の僕が認めて、なんかその待ち時間が長くて、ルールでは、ルール上の時間を越してるんですよね。でも、まあそこはやっぱ初めての運営っていうのもありますし、別に対戦相手の僕も許してるんで、まあなんかそこはなんかいちいちね、周りが言うのはちょっと違うなと、はい、思っています。あとまあ僕の企業負けは負けなんでね。で、決勝でもし、僕がその、もう、ま、時間が経ってるんで、もう俺の勝ちだろうみたいな、まあ、言って、もし僕が優勝っていうのも多分できたんですよね。決勝で僕今回負けちゃったんですけど、最後の最後、その2戦目1勝1敗になって、最後の時に待ち時間が長いみたいな、そういう感じだったんですね。ルール上ではもうもうアウトみたいなだったんですけど、もし決勝でじゃあ僕がそこでもう時間オーバーしてるんで僕の勝ちです。不戦勝でってこう言ったら、もしかしたら通ってたかもしれないんですよ。でも、不戦勝で優勝するじゃないですか。何が手に入るのって感じなんですよね。言っちゃうと。それで。まあ、後からだから言えるのかもしれないんですけど、なんか、まあ、不戦勝ってまあ、一回戦目とかならよくあると思うんですけど、決勝の不戦勝なんか見たことないじゃないですか。しかもなんか、不戦勝で優勝して、まあ、残るものとしたら、まあ、優勝したっていう肩書きと、それもでも肩書きに過ぎないんですよね、結局。個人の中では、あれもしかしたら負けてたのかなっていう、ああいうなんかね、こう、微妙な、なんか、なんていうんですかね、こう、後悔とまでいかないかもですけど、なんか、不快感と言いますか。なんかこう、若干のモヤモヤとかがね、絶対残ると思いますし、僕とか特になんか、ちゃんとしたい人なんでね、そういう細かいのなんかこう決勝で不戦勝で優勝っていうのはちょっとね、こうまあ僕勝った側もだし、もちろん負けた側もだし、見てる人もだし、誰も得意しないと思うんですよ、結局マジで。なんでまあそこは別に口出さなくていいかなと思いますね。はい。まあ240万円ね。こう優勝したら240万っていう大金があったんで、まあそれ手に入んないのはまあ悔しいっちゃ悔しいですけど、まあ別のね、また賞金大会とか、こう大きな舞台で絶対こうまだまだね、チャンスがあると思うんで、その時にね、まあ次勝てばいいかなーって感じっすね。ポジティブ、まあポジティブっていうわけでもないですけど、まあポジティブ系男子でね、はい。まあ、やってるんで、まあ、次また頑張ればいいかなって感じですね。はい。まあ、悔しいですけどね。まあ、結局負けは負けなんで、別に。てか、もともとこう、なんだろう、なんか多分コメント欄で、わ、そこそう思えるのすげえとかもしかしたらあるかもしれないんですけど、僕の性格上、初めにも言ったんですけど、別に勝てると思ってないんで、優勝絶対無理と思ってて、こう、目の前の試合勝ちたいなぐらいの感覚で、こう普段やってるんで、こう優勝できると思ってないんで、240万入ることも考えてないし、優勝できると全く思ってなかったからこそ、やば、もう決勝来たみたいな感じですね。僕からしたら、
マジってこれ勝てる勝てる、いや絶対無理と思ってましたから、試合前ももう絶対無理絶対無理と思って一本取ってうんみたいな、けどあーやっぱうめえわ、いや無理やなと思いながらやっぱやって無理でしたね結局ね、ワンチャンあんのかなみたいな、こう自分にね、こうえと思いながら頑張ったんすけど、やっぱ無理でしたね。まあまあでもなんか別にもともと優勝で絶対できるとは思ってなかったんで、まあだからこそ、まあ、だからこそ、まあ、まあ切り替えれるというか、まあもやもやしますけどね、悔しいですけど、まあ次も頑張ろうかなと思いますね。はい、なんか正直今回のこの大会、こうまあ日本のトップ24人か8000いってる人が集まった大会で、僕言ったら結構クラロワ3年半ぐらいやってて、こう言ったらこうベテラン側のそろそろこう老害と呼ばれるね、こう昔は強かったのにって呼ばれる人の枠に入ってきてもいいようなこう、まあ、感じではあったわけではないですけど、なんかマルチもこうねめっちゃ上に行くわけでもないですし、なんか大きな大会優勝するわけでもないですし、こう言ったらこう本当にああラットはもう昔の人だなって呼ばれるこう時になってもおかしくはないと思ってたんですよ、僕は正直。なんで今回の大会はこう、まあ、自分にとって今後の自信になるかどうかもでしたし、なんて言うんだろうな、まあ自分の中で結構大きな試合と言いますか、こう勝ち上がれてなかったら、あーもう俺はクラロワではもう無理なのかなっていう風にこうなってたかもしれないっていう感じなんで、こうなんかなんで今回こうまあここまでね、なんとか日本2位ですね、実質あ日本2位まで上がれたっていうのは正直こうあまだ頑張れるなっていう、この、まだ頑張れるなっていうのを自分にこう言い聞かせられますし、まあもっとね、こう優勝残したからこそ、あ次は勝ちたいなとも思いますし、まだやりたいなともね、もちろん、はい、思ってるんで、まあ、そういった面では、ここまで、上までね、準決まで、決勝まで上がれたのは嬉しいですし、まあ負けたのも、こう、まだまだね、僕、クラロワがもう僕を手放さないようにね、してるんじゃないかな的なね、クサーって感じのこと言っちゃってるんですけど、はい。まあ、まだまだね、僕も頑張りたいなと思いますね。まあ、ですけど、正直、僕は、ムギタングリコさん、はじめさんの3人とは実力差がやっぱあると思ってるんで、まあ、そこですね。そこを、こう、ただやるだけでなくて、何がどう違うのかとかを、これからもっとね、こうやっていくには、細かいところもっとこう気にしてね、頑張って、その小さな差を確実に詰めていかないと、こういう大会でもっともっと安定して勝てないなと思ってるんで、はい、ちょっとね、頑張んなきゃいけないっすね、本当に。っていう感じで、まあ、勝てたらね、勝ってたらもうプレゼント企画とか、まあしたり、ね、なんかできたかもしれないんですけど、まあまたなんかしたいですね。まあ、生放送再現してるから、なんかしたいって感じですけど。まあまたの続き機会に頑張りますよ。準優勝できただけで満足ですね。いやでもこう、めっちゃツイッターとか、インスタもあるんですけど、こうみんな8000大会頑張ってくださいとか、こうマジで優勝できると思ってますとかなんかこう言われると、なんかねこう投げますね泣かないんですけど、こうなんか嬉しいですね。なんか言ったら僕もただのその辺にいる人なんで、どこにでもいる、はい、僕に顔似てる人もめっちゃいますし、ラットさん今日ここいましたって、いやそれ俺全然違うって感じることよくあるんですけど、この D がうまいですね。トルネサイト後なんで、トルネ警戒1じゃないところの飛ばしてますね。はい、なんでこんな僕をこう応援してねくださる方々がまだまだいっぱいいるってなると、
まだ頑張れますよね。来年、まあ、今年か、クラロワリーグ。まあ、どうなるかわかんないですけど、本当に、そろそろもっと変わんないといけないなっていう感じの時ですね。いやありがたいですね。皆さんのおかげです。まじ、YouTube のコメントとかも、返せてるのは、ほんとごくまれにしか返してないけど、全部一応目は通してます。マジで。はい。ハートはできるだけつけるようにしてます。いいねかな。はい。なんで、こう、なんかね、結構、ただ一言の、お疲れ様でしたとか、かっこよかったですとか、こう、もうそれだけでね、僕、弱いんですよ。僕結構、ここにラーメンうますぎ。これはやばい。このマジでも許容ですね。で、ここで結露イジャイをすればいいんですよ、僕は。なんですけど、勝ち筋としては結露イジャイをして、1周目のボムタワー、これ突破できないんですよ、結局、エクっても。なんで、結露イジャイして、2周目のロイジャイを逆サイか、まあ、同サイかにやって、形組んだら、この試合は勝ち筋がありましたね。僕の、まあ、言ったら連動不足みたいなのがありましたね。はい。で、何話してたっけ？コメントくれたら、嬉しいです。頑張れます。待って、本当に何話してたっけ？いやー、まあそんな感じですよね。忘れた、何話してたか。本当にしくった。なんか変な話じゃねえ、違う話挟まんでよかった。でもこっからは僕はちょっと焦ってるんでね、こう頑張って攻めるんですけど、まあ入るもののですね、まあでも相手のスペルがやっぱ柳雨しかないんで耐えれるかなって思ったんですけど、いや、両性振って、これなぁ、とっさにゴブリン出して、タルボブ出せなかったんですよね。よいしょ。いやぁ、強いですね、やっぱ。もう、この辺からね、ちょっと、終わったなぁっていう感じのプレイになってますね。一応、こう、マジアチャ警戒だけはね、最後の最後までやってるんですけど。やっぱ強いですね。うまいですね。よいしょ。というわけで、最後はね、うまかったですね。次は勝ちたいですね。またこういった大会で当たりたいですね。予選でも負けたんですよね、グリコさんに。はい、というわけで途中でちょっと話、あれですわ、続いてなかったかも。ちょっとね、話すのもまだまだなんですけど、最後まで見てくださった方ありがとうございますね。またね、頑張ります。これからもね、頑張ります。で、まあ、今シーズンもね、マルチ頑張ろうと思うんで、8000は難しいかな。難しいかもだけど、まあ、グロしとけたね。取りたいです。頑張ります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。本当にね、応援はマジで力になります。頑張ります。ありがとうございました。では、よければ、ラトさんお疲れ様でした。コメントね。コメントによろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。